今月のフレッシュマンは阿蘇市内巻にあります介護老人保健施設アイライフ内巻にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。藤川美咲です。27歳です。阿蘇市倉原に住んでいます。藤川さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経ちますか？今年の3月まで、温泉病院にいて、今年の4月からこちらのアイライフに来たので、2ヶ月ぐらいになります。普段はどんなお仕事をされているんですか？主に利用者様の、栄養管理をさせていただいてます。じゃあいろいろメニューを考えたりとかね、大変と思いますが、お仕事の、やりがいとか喜びとかどういったところがありますか？利用者様が、食事を楽しみにしてくださって、美味しいと言って食事を食べていってくださる姿がとても嬉しく思います。藤川さんは、27歳ということで、結婚願望とかはありますか？はい、あります。何歳ぐらいまでとか？なるべく早くがいいかなと思います。どんな人がタイプですか？優しい人がいいです。じゃあそんな優しい人と阿蘇市どこかデートするならどこに行きたいですか？自然が綺麗なので、阿蘇山が見えるようなところにドライブに行くのがいいかなと思います。では最後に、お勤め先の PR をカメラに向かってお願いします。利用者の方々が、自分らしく生活するためにさまざまな専門職で、チームで支える施設になっています。天然温泉をはじめリハビリや、イベントなども充実しています。安心安全な食事の提供も心がけております。お気軽にお問い合わせください。はい。今回のフレッシュマンはアイライフ内巻にお勤めの藤川さんをご紹介しました。じゃあ最後にフレッシュマンのポーズでいいですか？はい、いきますよ。せーの、フレッシュマン。